くなびこなの神社は、大阪市中央区土壌町にある神社。旧社格は無格社。別称として、土壌町の新郎さん、新郎さん。祭人は薬、医療、温泉、国土開発、醸造、公益の神であるが、くなびこなの神社では、薬の神として、健康増進、公益の神として、商売繁盛の神徳があるとされている。 医薬にゆかりのある祭人を祀っていることから医薬業に携わる会社、関係者などの信仰を集めている。また、病気併誘、健康祈願や医薬業関連の資格試験合格を願う参詣者も多い。近年ではペットの病気併誘、健康祈願に参拝する人も多い。伊勢港から始まった神社でもあるため、伊勢神宮のお札を求める参拝者で、 正月は賑わう。安永9年10月、役種仲買仲間の団体組織である伊勢公が薬の安全と薬業の繁栄を願うために、京都の五条天神社より少なびこなの命の分霊を、土壌町にあった仲間会所に勘定し、すでに仲間会所に祀ってあった新郎園三角と共に、祀ったことを起源とする。天保8年、大塩平八郎の乱で、 仲間会所が消失したため、天保11年、仲間会所内に指導を設けて、祭神を先座した。1906年、大阪府より、近隣の神社に祭神を合資するか、独立した神社として継続させるかの判断を求める、胸の訓令を受け、独立した神社として、祭神を保持していくことに決した。その時に、境内地の拡充、社殿、社務所を新築し、 1910年、聖戦宮を採業するに至った。1945年の大阪大空襲の被害は、辛くも免れた。1980年10月、少なびっこなの神社鎮座200年を記念して、廃殿、本殿を修復、社務所を新築し、11月22日に200年祭を採業した。これを契機に、10年に一度、式年大祭を行うことになった。 2007年4月、薬祖公の行事が大阪市無形民族文化財に指定された。薬祖公とは、少なびこなの神社を数形保持することを目的とした団体である。主な活動としては、神事、祭礼が円滑に運ぶように支援したりする。11月22日、11月23日には、神童祭が行われる。大阪の祭りは、今宮恵比寿神社の 東海ビスで始まり、少なび粉の,の神社の新農祭で終わるため、新農祭は止め祭りあるいは止めの祭りと称されている。土生町周辺の薬局、製薬会社などには祭礼の提灯が掲げられている。あたりには切り出した一本の大きな竹に、張り粉の虎と製薬会社の製品、吹き流しなどが吊るされたものを多く見かける。新農祭で授与される、 ご用座さに吊るされた、ハリコの虎が有名である。安政五年、大阪で、これらが流行したが、土生町の役種仲間が、薬病助薬として、古刀札機有応園という眼薬を調合し、少なび粉の神社の神前で祈祷して、罹官者などに施した。その時に合わせて、ハリコの虎を配布した。その眼薬の効能が高かったため、ハリコの虎のお神がよく知られるようになった。 この御用座さには、表面に、祈願課内安全無病息災と記された、赤い紙札、薬の文字印が腹に押された、ハリコの虎、少なびこなの大臣五霊と記された布製の紙札、話の札が付けられている。節分薬除け大祭昭和40年代まで、近隣の製薬関係者で盛大に行っていたが、新職のみで近年まで取り行っていた。 2001年にごま滝新寺を復活し、現在では1000名以上の参拝者で賑わう神寺となっている。古来より病気平癒薬よけの霊源新たかなお宮として損数をされてきた。ペットの初詣土壌町では、明治期より動物用医薬品を扱う製薬会社も多く近年のペット飼育増加に伴い、安心してペットと初詣でできる。 要数計者の要請に応えて1月11日をペットの発毛でペット健康上受記願祭として再行している。ありがとうございます。